タイル3対3です。第4レース内から1番2番3番4番5番6番スタートしました。5コースから5号艇高田が好スタートを切りました。1周1マーク、さあここは内を叩いて5番の高田が一気にまくっていきます。5号艇の高田がまくり切りました。内側からは1号艇森高踏ん張って、さらに内から3号艇西山続いていきますが、まくり切った5号艇高田光トップに立ってリードを3停止に奪いました。スタートは前提正常、1号艇森高、内側からは3号艇西山、この2人が2番タラスイで1周2マークです。2マーク2番タラスイは3号艇の西山が先取って1号艇森田が差し返していきますが、両者並んで直線コースです。この間に先頭5号艇高田は抜け出して2周目に入りました。2番手は1号艇森田インコース、アウトコースは3号艇西山、現在この2艇が並んで迎える2周目1マークです。2周目1マーク2番タラスイはインサイドから1号艇森田2番手リードを取ってきました。2停止ほど差が開いて3号艇西山3番手。こういう勝ち方は高田さんらしくて気持ちいいんじゃないですか。まあ、そうですね、こういうレースを期待してくれる方がいるので、はいはい、元気の源というかパワーの源になってやってます。前のレースで勝った浜野屋さんが、はい、後半は高田さんが外にいるんでっていうふうに警戒してましたですよ。まあそうですね、はい、浜野屋さんは私の中で憧れの選手なの で、 そうですか、はい、浜野屋さんに負けないように頑張りたいです。そうですね、はい、さあそれではね、いい形の勝利だと思います。後半に向けて、はい、高田さんからファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、後半も一生懸命走ります。最後まで諦めないレースするので見ていてください。